絶叫マシンに興じる人々。北朝鮮の首都平壌、新しくオープンした遊園地です。今北朝鮮では大型娯楽施設の建設が相次いでいます。利用できるのは主に朝鮮労働党や軍の幹部、そしてその家族です。建設を推し進めているのが金正恩第一書記です。去年自らの後見役だった叔父を粛清した金正恩第一書記。今月指導部の新たな人事を決め、権力の基盤を固めようとしています。相次ぐ経済制裁を受けて国際社会から孤立する北朝鮮。厳しい財政状況が続く中、なぜ独裁体制を維持することができるのか。私たちはかつて北朝鮮の権力の中枢にいた元高官や関係者を取材、その内実に迫りました。なぜ幹部だけが豊かに暮らせるのか理解できないでしょう。北朝鮮特有の裏の経済を探れば、どう資金を調達し体制を維持しているのか、その秘密がわかります。裏の経済とは一体何か。世界各地での取材から見えてきたのは、最高指導者だけが自由にできる秘密の資金の存在でした。体制を維持するための巨額の資金はどのように生み出され、どう使われているのか。北朝鮮の権力と金の謎を追いました。金正恩体制が始まって2年余り。平壌の街は今その姿を大きく変えています。中心部に完成した高層マンション。住んでいるのは国のために功績を挙げたとされる人たちです。この夫婦は優秀な労働者として表彰されました。구석구석하나걸릴게하나도없었습니다정말생활에편리하게진짜우리가쓰고살수있게정말완전히잘지어졌습니다入居を始めた時、金第一書記が夫人を伴ってこの家を訪れていました。その時の様子を伝える朝鮮中央テレビの映像です。
경애하는 원수님께 가족들은 자기들에게 이런 궁전 같은 집이 차려질 줄은 꿈에도 상상하지 못했는데 이렇게 사랑의 선물까지 가슴 가득 안겨주시니 정말 고맙다고 격정의 말씀을 올렸습니다. 住宅や高級品などを次々と与えて忠誠を誓わせる北朝鮮特有のプレゼント政治。一般の国民から党や軍の幹部まで幅広く行われています。プレゼント政治の実態を知る北朝鮮の元幹部が亡命し韓国ソウルにいます。カン・ミョンド氏、90年代半ばまで北朝鮮で最高指導者直属の機関に勤めていました。幹部たちの心をつかむのがプレゼント政治の目的です。最高指導者が自分を認めてくれたと感激で胸が詰まり、自然と忠誠心が湧き起こります。最高指導者のためなら死ねるとまで思わせるのが狙いです。プレゼント政治を始めたのはキム・ジョンイル総書記でした。1970年代前半、キム・イルソン主席の後継者として台頭。自分に従う者には高級なプレゼントを与える一方で、敵対する者は徹底的に排除する。こうした飴と鞭による統治で権力基盤を固めていきました。菅氏が北朝鮮で勤めていた機関にはプレゼントを調達して配る専門の部署があり、世界中から高級な品々を集めていたといいます。新年や最高指導者の誕生日の前は大忙しでした。ドイツ、オーストリア、そして中国の広東省、さらにマカオ、そこに担当者を派遣して幹部たちへのプレゼントを調達していました。プレゼントを調達する拠点の一つ、オーストリア・ウィーン。かつて調達役をしていたという男性が取材に応じました。キム・ジョンリュル氏、北朝鮮の幹部が使う高級車の管理をしていました。20年にわたってたびたびヨーロッパに送り込まれ、高級品を買い集めていたといいます。幹部のランクによってプレゼントの種類も価格も異なっていました。何を買うのか、調達リストを渡され事細かく指示されていました。リモジーネン、メルセデス・ベンツ・リモジーネン、アウホ・ルクス・ワーレン・ゲシャフト、ダス・カウフェン、アイン・カウフェン、ディ・カウフテン、ツンバイシピラ、アウホ・フェア・ゴルデテ・Gewehr, ja, vergoldete Gewehr. Ja, wenn ich in Wien nicht kaufen kann, dann kann ich diese Befehl nicht erfüllen. Das ist nicht gut. Kim 総書記のプレゼント政治は次第にエスカレートしていったといいます。贈り物の質が落ちたり途絶えたりすれば、
部下たちの忠誠心が揺らぐ恐れがあるからです。前よりもっと良いもの、さらに良いものをあげないと、むしろ逆効果になる恐れがあります。だからジョンイル氏はプレゼント政治に全力を傾けました。この統治手法を引き継いだ金正恩第一書記、物を送るだけでなく幹部たちが楽しめる娯楽施設まで作るようになったのです。複数の関係者によると、プレゼント政治に使われる資金は父親の頃のおよそ2倍、年間6億ドルに上ると見られています。ジョンウン氏は権力基盤が弱いため、プレゼントをより多く配らなければなりません。少なくなれば父より劣っていると言われるでしょう。なぜ巨額の資金を思いのままに操ることができるのか。そこには北朝鮮ならではの仕組みがあるといいます。北朝鮮の金融部門の幹部だったキム・ガンジン氏です。韓国に亡命した後、北朝鮮経済に関する第一人者として知られています。北朝鮮には二重の経済構造があるといいます。国民のための経済である人民経済と、最高指導者が自由に動かせる宮廷経済です。国の金庫とは別に、最高指導者が自分個人の経済を作って管理しているのです。北朝鮮の金王朝を支えている核心がこの宮廷経済なのです。二つの経済の一つ、人民経済は社会主義本来の経済システムです。党や内閣が立てた計画に基づき、国民が生産を行い、その見返りに物資などの配給を行う仕組みです。配給制度は人民経済の根幹を成していました。国が人々の食料や生活必需品をすべて保障していたのです。しかし金正日総書記は権力の基盤を作るため、国の財源を私物化するようになったといいます。これが宮廷経済の始まりでした。最高指導者が党の決定を受けずに自由に使える金を吸い上げるようになったのです。その金はプレゼント政治とともに核やミサイルなどの軍事開発にも充てられました。人民経済を犠牲にしながら拡大を続けた宮廷経済、その規模は全体の6割以上に上ると見られています。その一方で、国民の多くは貧しい生活を強いられました。1990年代、国民生活を支えていた配給制度は事実上崩壊。自然災害も重なり、大勢の人々が餓死しました。宮廷経済は、
金王朝を維持させる栄養分です。宮廷経済は人民経済にストローを差し込み吸って食べる寄生虫です。社会主義に反するガンのような存在です。宮廷経済を支える巨額の資金はどのように集められているのか。取材を進めると資金を集める専門の組織があることが分かりました。北朝鮮の元幹部がその組織の場所を明かしました。それは平壌の中心部にありました。労働党39号室宮廷経済を支えてきた中核の組織です。複数の関係者によると39号室の傘下には貿易会社や鉱山、牧場や農場までさまざまな事業体があります。稼いだ外貨は国家予算とは別に最高指導者のもとへ直接流れる仕組みです。元幹部によると外貨は39号室の近くにある党の中央庁舎の金庫に納められているといいます。39号室を通して集めた外貨はどれほどに上るのか。はっきりとした額は分かりませんが、年間数十億ドルとされる外貨収入の半分を超えると見られています。宮廷経済を支える巨額の外貨、資金集めの拠点の一つとされる中国マカオでその実態を探ることにしました。マカオは金融機関への規制が少なく、世界中から合法・非合法のマネーが集まってきます。最近までマカオで活動していた北朝鮮の元高官が身元を明かさないことを条件に取材に応じました。マカオは현금마음대로진출하기제일쉬운곳입니다돈이뒤에서밀거래그다음에밀그그뭐뭐비밀내화하는데서는마카오보다더쉬운데가없습니다이지구상에그래서마카오를좀선정하는겁니다元高官がある場所へ案内しました。ここで外貨の大きな収入源である武器を取引するため各国の軍関係者に接触していたといいます。
武器の輸出先はベトナム、ミャンマーなどのアジア、イラン、シリアをはじめとした中東、さらにはアフリカ諸国にまで広がっていたといいます。独占拒否主力のみなんですが、これが炭山へその炭山と名村武器パネルを利用する三段町の問題だけ武器パネルでさ、돈들어온다그전에마지막에그전대체뱅크통해서다집결돼가지고우리가이랬던것같았어요最高の機密とされる武器取引の実態はどのようなものなのか。実際現場に立ち会った軍の元高官がその詳細を語りました。무슨전부대배단신선대배단평양에오죠평양에와서무기거래평양에서합니다공장에도나가보고무기도보고그다음거기서가격도좀선정하고그러니까이름도뭔가인쇄기계라든가혹은무슨다른거다른거해가지고서다른거종목을해가지고서계약을합니다輸送の際にも偽装工作を行っていたといいます。어떻게나가는가하면지금다컨테이너아닙니다컨테이너를채우지않습니다뭐한절반채우죠단동에서컨테이너를그중국바지선에다가지선에다가적재합니다대기해가지고다른화물들채워가지고다른화물가지고서신고한답니다北朝鮮の大きな資金源となってきた武器取引。それによって得られた外貨は多い時で年間10億ドルに上っていたと見られています。国際社会は今北朝鮮の資金源を断とうと動き出しています。国連の要請を受け武器取引を監視してきた NGO トランスアームズ。208 active North Korean flag. 24時間体制で北朝鮮の船と飛行機の動きを追っています。衛星から送られてくる位置情報と申告された目的地などのデータを照合。不審な動きがないか目を光らせています。Destination is Daejeon. However, this ship in the past days have not Rizal or Daejeon as destination.監視が強まる中、各地で摘発が相次いでいます。去年7月、パナマ運河で北朝鮮の貨物船から大量の武器が押収されました。山積みされた砂糖の下に隠されていたのは、戦闘機と分解されたミサイルでした。さらに国際社会は北朝鮮の資金の流れも断とうとしています。その最初のターゲットとなったのが中国マカオにある小さな銀行バンコデルタアジア BDA。
徹底的に調べ上げたといいます。北朝鮮は BDA を通して世界中の銀行とつながっていました。私たちはキム王朝に欠かせない財布の口を塞ぎ、金の流れを断ち切るぞというメッセージを送ったのです。今北朝鮮はどのような手段で外貨を獲得しようとしているのか。マカオで外貨集めを担当していた元高官です。経済制裁の後も北朝鮮はここで活動を続けているといいます。元高官は武器取引に使っていた事務所とは別の場所に案内しました。小さな商店が並んだ一角、ここで取引をしているのは金だといいます。埋蔵量が世界有数の北朝鮮は武器の取引が難しくなる中、金などの鉱物資源で外貨を得ようとしていたのです。金の取引は常に現金で行われるといいます。銀行の口座を返さないため取引の痕跡が残りません。제제받으니까보따리당장식어서더러워지야작년에작년에북한에서금을갖다놓고팔았어요마카오에와서캐시캐시그거는캐시때문에그랬어요캐시전부캐시네전부캐시사라니金を運び出す時不正な手段が使われていました。タイの北朝鮮大使館に勤務していた元外交官のホン・スンギョン氏です。荷物の検査を受けない外交官の特権を利用して金を運ぶよう命じられていたといいます。外交官のパスポートを利用して税関を通らず密輸します。北朝鮮のほとんどの大使館で外交官はこうした不法な仕事をします。外貨獲得を狙う北朝鮮と国際社会の攻防、水面下のせめぎ合いが続いています。権力を守るため、さまざまな手段で外貨を集めようとする金正恩第一書記。しかし、宮廷経済を維持することは次第に難しくなっていると見られています。今北朝鮮である異変が起きていると指摘する研究者がいます。90年代に亡命したキム・スンチョル氏、10年以上北朝鮮の権力機構を研究してきました。
最近の金第一書記の動静を詳しく分析。するとプレゼントを送る回数が減り、感謝の言葉だけを与えるケースが増えていることが分かりました。ジョンウン氏が各地を視察した動静の記録に感謝を与えたとあります。これは言葉だけのプレゼントを意味します。一昨年より去年はこの言葉だけのプレゼントが大幅に増えました。これは宮廷経済の資金が厳しくなっていることの表れではないかと思います。権力の維持に欠かせない宮廷経済、金第一書記は新たな形での外貨獲得を迫られています。その一翼を担うのが北朝鮮のプロパガンダ用の銅像などを制作してきたマンスデ創作者です。最高指導者の銅像は全て彼らの手によるものです。その技術を使い、今世界各地で銅像の建設事業に乗り出しています。その活動は北朝鮮から1万3000キロ離れたアフリカまで及んでいました。セネガルの首都ダカール、丘の上に巨大なブロンズ像が立っています。手がけたのはマンスデ創作者。高さは自由の女神より高い50メートル、総工費はおよそ2500万ドルです。北朝鮮の60人の職人が2年以上をかけて建設しました。一緒に働いた地元の作業員です。北朝鮮側の指示で作業に当たったといいます。総工費2500万ドルのうち半分が北朝鮮側に支払われたと伝えられています。Oh yeah. What I can tell you is that they were very happy with this project. They did make money. They were very happy. And I guess after that they still in Senegal and looking for other projects here in Senegal and elsewhere in Africa. アフリカ南部のナミビアでも先月新たな銅像が完成しました。これも北朝鮮が作ったものです。除幕式には、キム・イルソン主席のバッジをつけた北朝鮮側の関係者も出席していました。北朝鮮がこれまでに作った銅像などの建造物は、アフリカだけで30近くに上ります。外貨獲得のさらなる手段が人海戦術。一般の国民まで動員し海外に送り出すようになっています。
モンゴルの首都ウランバートル。先月半ば、マンションの建設現場に50人を超える北朝鮮の労働者の姿がありました。厳しい寒さの中、黙々と作業する労働者。常に北朝鮮当局の人間が監視していました。モンゴルの建設会社の社長です。月給として支払うのは一人当たりおよそ500ドル。しかしほとんどが北朝鮮当局に渡っているといいます。энэ бол хүмүүсийн өөр хувийн хэрэглээ юм тийм ээ. Одоо ингэ тамхи аваад татгах байх юм уу? Эсвэл нэг яадаг ч нэг чихэр аваад хүлэгчих ч юм уу тийм ээ. Нэг тэр хэмжээний мөнгө л өөрсөнд нь өгдөг. Мэтэйж солихсод өөрт нь бас хөрөнгө оруулалт нь орж байгаа. Тэр бол Китачоусенの女性たちもモンゴルの縫製工場で働いていました。これまで海外の情報に触れないように国民の移動を厳しく制限してきた北朝鮮。その原則を崩してまで次々と労働者を派遣していました。今やその数は世界中で10万人に上るとも見られています。金正恩体制が正式に発足した2012年、中国を訪問したチャン氏を迎えたのは当時の胡錦涛国家主席でした。金第一書記がチャン氏に期待したのは中国との太いパイプを生かした外貨の獲得です。チャン氏が進めようとしていたのは中国のような改革開放路線。その象徴が北朝鮮羅村経済特区です。経済特区に作られたのは中国資本の大型ショッピングセンター。そしてカジノを併設したホテル。チャン氏は中国企業を呼び込み外貨を集めようとしたのです。
チャン氏を通して北朝鮮と取引をしていた中国の貿易商です。北朝鮮の幹部の間で金第一書記よりチャン氏になびく空気が広がるのを感じていました。中国하고외국관계는중국밖에이루어지지않기때문에실제중국이자선태기하는데더한외화거래를할수있도록자선태기라인에다가잠을심어주는거예요자선태기하는데출산사람이너무많아지고결국은자선태기가주석이되어야된다라는말까지나올정도로이제북한민심이자선태기한테많이쏠렸죠간부들도그렇고チャン氏のもとには次第に多くの利権が集中していきました。チャン氏は党の行政部という部署のトップを務めていました。これまで39号室を通して金第一書記に上納されてきた外貨、それを生み出す鉱山や貿易会社などの利権がチャン氏の行政部に次々と移っていったのです。その結果、外貨は一旦チャン氏のもとに集まるようになりました。外貨がチャン氏に奪われるのではないか、金第一書記はそう感じるようになったと見られています。金第一書記の動静を分析してきた金春朝氏、チャン氏は集まった利権をもとに権勢を振るうようになったと見ています。チャン氏は利権を思うがままにし始めました。それが金第一書記の資金が不足したことと重なり粛清されたのだと思います。結局誰が金を握るかの争いになったのです。去年12月、チャン氏は経済問題のすべての責任を負わされ死刑になりました。제놈이있던부서가나라의중력경제부문들을다걷어지어내각을무력화시킴으로써나라의경제와인민생활을수습할수없는파국으로몰아가려고획책하였다제놈이있던부서를그누구도다치지못하는소왕국으로만들어놓았다チャン氏が利権を思うがままにしたという見方に疑問を投げかける専門家もいます。北朝鮮経済に詳しいキム・グァンジン氏は、チャン氏は集まった資金をもとに経済の仕組みを正常化させようとしていたと見ています。北朝鮮は指導者自らが人民のための経済を揺るがしてきました。チャン氏が目指したのは人民が豊かに暮らせる社会です。外貨を使って経済を立て直そうとしたのだと思います。チャン氏の本当の狙いは何だったのか、真相は分かっていません。チャン氏を粛清した金第一書記、結果として中国との関係を悪化させ、外貨獲得の道を狭めることになったのです。北朝鮮にまた新たな娯楽施設がオープンしました。
大規模なスキーリゾート。몸소삿도를타시고그안전성까지요의하시며스케줄을중점으로오르시었습니다権力を維持するために続く金第一書記のプレゼント政治。しかし施設の建設費がかさみ、資金の状況は一層厳しくなっていると見られています。先月、1年4ヶ月ぶりに再開された日朝の政府間協議。お元気でしたか？拉致問題をカードに、日本から経済制裁の緩和を引き出そうという思惑があると見られています。北朝鮮はどこへ向かうのか。金正恩体制は外貨の量が減り続ける中での統治を迫られています。そのため軍や党の幹部たちが小さいパイを争い、徐々に権力が不安定になるでしょう。国際社会は北朝鮮の人民を苦しめる宮廷経済の資金を減らさなければなりません。一刻も早く対処しなければなりません。国際社会が努力しなければならないのです。40年にわたって北朝鮮の権力を支えてきた宮廷経済。その資金が減る中、北朝鮮は国際社会に歩み寄るのか、それとも挑発的な姿勢を取り続けるのか。その行方に世界の目が注がれています。